わあ、アイムミミとサンリオがコラボしたコスメ見つけたよー。ではまず私に合うのでどうぞ。ちょっと待って、これさ、あれじゃない？アイムミミのさ、これさ、ずっと欲しくてさ、もうないのかなって思っててさ、そう、このパウダーとさ、このチェーンとかが欲しくて、うち狙ってたんですよ。どうしよう、どうしよう、どうしよう。で、なんかが、動画でなんかちょっとコスメいっぱい置いてあったと思うんですけど、これ私ずっと探してたんですね。で、なんか、どこにもなくて、なんですけど、そのお店にはなんと、なんかほとんど全部揃っててびっくりしました。では紹介していきまーす。で、特に私のね、大好きなシナモロールとコラボしていてびっくりでーす。あ、ちなみにポンポンプリンもありました。で、まず、じゃん、こんな感じで見つかってきました。で、じゃん、これは、アイムミミのハイライトです。じゃーん。で、二つ目は、これはパウダーです。パッケージもね、かわいいよね。で、三つ目は、これはリップオイルって言います。では、まずは、このハイライトから開けていきます。よいしょ。ちょっと箱をきれいに開けたいです。じゃーん！まだあった。じゃん！かわいい！待って、やばい！見て、こんな感じでーす。パッケージもすごい可愛いんだけど。オープン！うわ、可愛いんだけど！なんか、この下もロールいるじゃん。これが真ん中にあるっていう感じがめっちゃ可愛いよね。あと、ちょっと、なんていうのか、立体っぽくなってます。ちょっと手に乗ってみます。よいしょ、よいしょ。ちょっと真ん中わかりにくいと思うんだけど。じゃん、こんな感じです。ちょっとわかるかな？あとね、上、見たらわかるんだけど、上になんか、ちょっと青いの塗って、下にシナモロールの白塗ったんですけど、実際目で見たらすごいキラキラしてて、めっちゃ可愛いんですよ。皆さんもぜひ見てください。実物を。めっちゃ可愛い。で、次二つ目はパウダーです。このパウダーもね、また可愛いんだよね。よいしょ。もう見て、かわいい。これは、後ろに持ってたんですけど、この部分が、プニプニするんだけど、めっちゃスクイーズっていう感じじゃないんですけど、なんか、あ、意外とプニプニするかも。かわいい。じゃあ、汚さないようにしたいと思います。このシールがあるので、剥がします。で、分けていきます。じゃあ、こんな感じ。中もピンクとこの水色な感じが超かわいい。はい。で、ちょっと取りますか。こんな感じなんだろう。サラサラする。え、めっちゃいい香りする。なんか、ちょっと、鼻がちょっと、ちょっと慣れてない。よし。じゃあ、ちょっと、入れます。どうかな。え、すごいサラサラする。日焼け止め塗った後とか、光を防止するのにいいと思います。夏に活躍しそうです。三つ目はリップオイルです。では、着てきます。じゃーん！かわいい！で、あ、なんかここケース付きで、じゃーん、ここにシナモロールがいまーす。使うところ。で、キーチェーンが付いてるんだけど、かわいい！ここに付けるのかな？ちょっと付けてみまーす。キーチェーンもさ、ついてるとなんか持ち運びたくなるよね、バッグとかにつけて。入れてみます。ここにつけるから、で、ここでキーチェーンを止めて、じゃーん、止められました。つけてみるとこんな感じです。キーホルダーもかわいい。で、キーチェーンもね、この色と同じ感じ。では、塗ってみまーす。なんかね、開けた瞬間香りがすごくいい香りがします。なんていうのかな、ちょっと甘い綿あめ系な感じ。ちょっと透明だけどピンクって感じなのかな。わ、かわいい。塗ってみるとこんな感じでーす。なんか結構キラキラのラメが入ってて、チュルチュルになりそうです。サンリオ好きで、特にシナモロール好きな方には、もう絶対チェックしてほしい商品です。バイバーイ。この夏めちゃくちゃ大活躍しそうです。